はい、どうも、ぶりです。はい、どうも、マリクです。はい、いや、今日はね、見ての通り、はい、東京ペダルサミット2024来ております。はい、2年ぶりっすね。いや、そうなんですよね。前回2022年にお邪魔しまして、はい、ちょっとね、2年経っちゃったんですけど、いや、今回ちょっとね、どんな出会いがあるのか。そうっすね。なんか、今日はちなみに初日ですね。うん、最近ちょっとペダルあんま試してなかったんで、はいはい、今日またなんかいろんな出会いがあるといいなと思いながら、はい、いや、そうですね、ちょっと2年でね、またいろんなアップデートあると思うので、うん、はい、その辺かなり楽しみに行ってみたいと思います、はい、ね、今回はね、そうなんで、音もちゃんとお届けできると思うので、いやー、そうですね、ちょっとね、準備しましたんで、はい、ぜひそこもお楽しみにっていう、はい、楽しんでいただければと思います。はい、お願いします。じゃあ、行きます。はい、行きましょう。広いね。おー、これはすごいっすね。すごいね。すごいね。JHS ペダルさんのブース。はい、JHS さんですね。はい、もうペダルといえばね、やっぱ JHS っていう人もね、多いんじゃないですかね。はい。あんまり触ったことないです。はい。まあ、ちょっとね、じゃあ、せっかくなので、はい、気になるやつをせっかくなんで、はい、試していただきたいんですけど。ここは大体カタログになってるんです。そうですね。ただ、QR からちょっとサイトの方とか、いろいろバックグラウンドがあるんで、はいはい、まあ、デジタルが多いあって、まあ、そこにちょっと飛んでもらって、見ていただけたらなと思って。はい、これが M3 であればいいのかなっていう、はい、ここの2つをちょっと試してます。ありがとうございました。はい、やっぱデザインが可愛いっすね。そうですね、可愛い、うん、すごい。JHS ペダルさんのペダルをお借りしてますので、はい、どっちもあのプリアップで、こっちがミッドブースター、はい、ミッドブースター、はい、こっちがブースターだそうです。はい、もう、アンプが今日はあのナノコーテックス、はい、ナノコーテックス、はい、これもね、最近ね、ちょっと話題になりましたけど、早速使わせていただきます。はい、ちょっと贅沢にね、シミュレーターとして使っております。はい、これの、ナノコーテックスのこれアンプのモデルとかってなんか。あ、なるほど。このアプリでね、今も全部分かっちゃう。65デラックス N クリーンですね。はい、こちらのにつないで、まあ、このペダルをね、はい、試していきましょうということで。はい、じゃあよろしくお願いします。やってみます。スクリーンから。はい。でじゃあこれにミッドブースターの、これにこれを足すと、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度ね、歪みアンプで、はい、これがアンプの音ですね。さっきこういう感じの音ですけど、プッシュしてちょっとで、これに足すと、はい、これも上げめてちょっとプッシュしてみます。中域の、ね、太さの感じで、やっぱバイト感とかもね、うん、太さが出ますよね、うん、すごいすごいです。ちょっとガッツリちょっといってみよう。
またね、ちょっと帯域変わるとかなり、気持ちいい、あの持ち上げたいところをしっかり上げてくれるよう、うん、この辺がすごい気持ちいい、スタジオも、はい、ありがとうございます。ちょっとこっちの方につなぎ変えてみて、はい、そう、じゃあノー EQ からちょっと試してみて、すごい気持ちいい、はい、非常にいい顔しております、うん、すごい。じゃあちょっと今ノー EQ だったので、はい、今ノー EQ で、ね、はい、やってみましたけど、ちょっとせっかくなのでノーミッツをちょっと試してみて、はい、ノーミッツ、はい、オリジナル、はい、オリジナルで、はい、ノーミッツ、はい、まずノー EQ、 もう一回ノー EQ、 うん、感じもあるけど、これあの音作り早いっすね、本当に、うん、このスイッチあるだけでね、ミッド強めでやってみます、はい、このちょっとみちみち感ね、うん、EQ でミッド上げた時の、うんうんうん、これもいいっすよね、うんうん、1台でね結構こんぐらい作れちゃうっていうのがやっぱ優秀っすね。しかもすぐにこのモード切り替えでね、うん、音いけちゃうんで、すごいいいな。はい、ということで次は、はい、ここはあの DSM ハンボルトさん、はい、あのシンプリファイアシリーズ、あーなるほど、いや、はい、ごついっすね。でも意外と筐体がちっちゃい。確かにそうっすね、なんかあの写真で見ると結構でかいのかなみたいな感じだったんですけど、本当に手のひらサイズぐらいでね、はい、いやでもノブがいっぱいあってね、なんかちょっと男心くすぐられるというか、はい、かっこいいですね。まあデラックスじゃないシンプリファイア X の方なんですけど、はい、すいません、これはもう、アンプともうキャビシミュー込み込みって感じですね、はい、あーなるほど。これ AB あるのは、これは1つ分のアンプが2チャンネル、はい、はい、はい、で、こちらであの切り替えができます。ああ、なるほど。
こっちがマーシャル系みたいなイメージです。ホットロック選べます、ね、あ、なるほど、うん、というかね、リアル感が全然違います、ね、でも旅しみまでアナログでやってるのはなんかすごい気がするな。これがパワー感の負荷みたいなイメージですよね。あー、なるほど。多分ですけどね、なんかすごいですね、アナログなのになんかあのデジタルの近年もののね、ああいうみたいな感じでプリアン、あの設定がいっぱいありますよね、すごい、なんかあれですね、全体的に鳴ってる感じが本当にそのリアルアンプと比べてそんなに違和感ないというか、本当に違和感ない、はい、なんかやっぱ原電子がない、ないですね、確かに。タコサウンズさんのブースに、はい、タコサウンズさんですね、はい、今年なんか初出店ということらしいですね。そうですね、はい、機材がすごくいいんですよ。いやね、めちゃめちゃ豪華な機材がね、はい、揃っておりますよ。で実は、はい、そうタコサウンズさんの IR もすでに実は使わさせていただいてました。でいろいろ試せるっぽいんで、今日はなんか次買うのどれにしようかなっていうのをちょっと考えようかなって。そうなんですよ、タコサウンズさん、僕らあれどれぐらい前でしたっけ。半年から1年前後ぐらいですよね、多分半年ぐらい前。ちょっとね、あれはいつだったか、あのパブロさんか誰かが多分ツイートされてて、それでちょっと試してみようぜっていうところで、はい、あの試したらもう大正解っていうところで、はい、まあ、ちょっと分かってる部分はあるんですが、そうですね、はい、いろいろとちょっと今日試させていただこうかなと、はいはい、思っております。ちなみに多分、はい、あ、もう一度いいですか、これが今、ここに割り当てられてる8つ。はい、そうです、はい、あ、分かりました。 A バンクです。あ、バンク AB なんです。あ、はい、ありがとうございます。こちらで赤にすると裏面になります。はい、ありがとうございます。で多分 A2 がいつもよく使ってるやつな気がするので、G12M75 の、ああ A2 がいつも小堀さんが使ってる、使ってるやつ、はい、でこれミックスは55ですか。いや、今日は73で、あ、73です。あ、分かりました。なるほど、73なので僕多分55で使ってる気がするんですけど、はい、でもほぼほぼいつも使ってるやつっぽい。ちょっと鳴らしてみます。アンプがソルダウン、はい、アンプもねソルダウン、こちらで一応チャンネル、あ、ありがとうございます、はいはい、めちゃめちゃちょっと贅沢環境ですけど、はい、はい、お願いします。これ今日屋外ロケですよ、これレコーディングスタジオじゃないですからね、皆さん本当すごいよね、はい、めちゃめちゃないい感じのなんかスタジオで鳴ってる感じがしますね、うん、本当にチャンネルも切り替えて、
いいですね、はい、やっぱりいい音っすね、はいはい、これが、マーシャルのキャビネット、マーシャルのキャビネットですね、はいはい、1974年の、はいはいはい、古いヴィンテージの、はいはい、まあ、やっぱタコサウンズさんといえばね、こういうちょっとヴィンテージというかちょっとレアな ね、ソフト系がオールド系が多いですね。そうですね、ヴィンテージ系が多いです、はい、スピーカーもだいたい古い方に、はいはいはい、なるほど、やっぱあの古き良きね、あの皆さんが CD で聞いたことあるようなキャビネットをね、いろいろ取り揃えてる、うん、ちょっとメサの4発試してみます。お、5番かな、はい、これは普通にヴィンテージ30が持ってる。そうです、ヴィンテージ30、はい、メサってあれ結構最近出されましたっけ。あ、はい、あの、あ、こちらは最初からあるんですけど、はい、これのコラボで、ちょっと楽器店とコラボして、それには新しく、ああなるほど、はい、池部さんとか、はい、ロックオンさんとか、はい、フーチーズさんで今 IR ローダー買っていただくと、あ、新しくメサで収録した IR がタダでもらえるので、ああすごいっすね、はい、いいの、そういうコラボ、また違う手法で作ったので、はい、ちょっとおすすめだと思います、はい、まあ、ちょっとねこれもね、じゃあ最初からあるんで今も多分買えると思いますので、はいはい、ちょっと一回試してください、はいはい、でマイクも今一緒のセッティングで、そうですね、一応、はい、分かりやすい57とリボンで、はい、はい、まあ、本当にじゃあキャビネット変えたみたいな感じで、はい、ちょっと試してみましょう、うん、バッチリ、やっぱりやっぱだいぶなんかちょっと潰れ感が強いというか、ちょっとジュワッとしてくるという感じがしますね、はい、うん、これが新しく一発のケリーライトのリンクさん一発なんですよ、はいはい、あ、一発のくせにすごい広がりが強くて、ケビ自体も結構なかなか手に入らないやつ、はいはいはい、いや、ケリーライトといえばね、もうちょっと知る人ぞ知る感じのキャビネットですけど ね、うん、せっかくなので試してみて、これが試せちゃうと、Bの方です、はい、変わって感じるのがやっぱ面白いですね、2つになるちょっと情報が整理されるとか、うん、確かに、これもバッチリっすね、反応がいいっすね、いや本当に早いっすね、本当に、あとはどうだな、これ JMI のボックス系ですね、はいはいはい、あ、ワンマボックスではないんです、そうです、ちょっと違うんですよ、あ、はい、あなるほど、それとちょっと面白いの、面白い、はい、
がまた面白 い, い, い、ね、全然違いますね。いいなシャッとしますね、はい、いいな、やっぱキャビで変わりますね。この辺はマイキングがちょっとうまくいって、はいはい、ちょっと理想がすごいいいんですよ、はいはいはい、なんかずっと見える音というか、うん、いや本当ですね、はい、これえこれすごいいいなめっちゃ気持ちいい。いややっぱりねキャビネットとかあのマイクとかってやっぱ最終的な音の出口なんで、やっぱ大事だね、全然やっぱ大事じゃないですか。結構あのヘッドとかねそっちの方にやっぱギタリスト行きがちですけど、やっぱキャビネット変わるもん、絵がかっこいいです、はい、まあねやっぱこの感じもかっこいいですけど、そうっすね、これも音がねあのいろいろ今最近 IR も読み込める機材もねそれこそいっぱいあるんで、そこちょっとこだわってねやっぱりこのタコサウンズさんのこのブースの感じで多分こだわりはあの伝わってきたんじゃないかなと思うんで、ガチやんはい、ぜひね皆さんねちょっとね試してほしいですね。かなりおすすめでございます。本当に超おすすめ。次はあの UA さんの UFX さん、あの2年前もねお邪魔しましたね。その時はあのあれかなドリームを出させてもらったのかな、はい、ちょうどね2年前はあのアンプシリーズが多分出始めで出たぐらいの、こことこことあとドリーム、はい、前回はねこの辺がね、はい、出てましたよというところなんですが、はい、まあ、今回ね最近すごくなんか歪みのシリーズ、はい、いっぱい出ててまだね試したことなかったんですけど、うん、で、この2つあるんですけど、ね、こっちの反対が確か、はい、5150というかなんかガンヘーレン系だったっけ。ああなるほど、はい、まあ、確かにねちょっとこのね赤いのと白いのとみたいな、はい、感じがそれっぽいですけど、はいはい、でこっちはアップルズが、これほんと最近出たんですね。確かいやそうみたいですね。なんかはい、なんだっけ、あれメサですね。メサのレクチかな、はい、メサのしかもレクチの中でもレブ F っていうあのマニアックだよね、はい、かなりね一番なんか皆さん大好きなところといいますか、でもなかなか手に入らないやつをモデリングしたいうやつらしいですね。で今一応これが2つともつながっているというところで、まあ、ちょっと切り替えて、はい、やってみましょうか、はい、じゃあまずじゃあこう安泰からいきますか。はい、うん、UKV ヴィンテージ30、はい、まあ、UK ヴィンテージ30ですかね、はい、リードだから多分一番歪むモードかな、はい、リードモード、はい、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、はい、これはすごい密度っすね。気持ちいい気持ちいい、はい、すげえ気持ちいい。あとこれね結構フリーセットを楽しめる。あ、ありがとうございます。うん、あ、分かりやすいっすね。うん、今日は結構回った、はい、もう端から端にプログラムしてるから、うん、だいたいどんな音が出るかがそうですよ、ね、分かる。幅がやっぱ広かったんですよ。結構いいクリーンクランチもちゃんとそうですよね。クリーンクランチもねできるから、まあ、迷ったら一回こっからやってみるっていうね。いやこれ結構意外だったんですけど、あのクリーンとかクランチもめちゃくちゃいいですね。全然いいんだよ、はい、そう歪み専用だろうと思ったら、そうですね、完全に歪み専用か、まあ、赤いですしね、このちょっとディストーション感強めかなと思いきや、じゃあちょっとナックルズの方行ってみます、はい、じゃあちょっと次このナックルズ行きましょうか。ちょっとじゃあ試してみ、じゃあレッドシャンデルとか結構歪む気するんで、これでちょっとやってみましょう。
ああこれちょっと個人的にテンションが上がりました。すごいね、いいね。別に悪い言い方じゃないですけど、うん、すごいなんか鈍い感じの歪みというか、なんか独特のあの感じが出てるなって。そうね、はい。これはかっこいいですね。あのやっぱりあの2000年代のロックメタルというか、あの当時の、ね、感じがしますよね。すげえ。これあのなんていうんですかね、伝わってるかわかんないですけど、この追い込みでね、結構全然違う気しますね、うん、やっぱりストリートスケーターやっぱり張り付く感じ出るし、スピード感出るし、うん、逆にチューブだとちょっと柔らかくしてくれるというか、う、ね、うん、コンプレッション感がね気持ちよかったりとか、 6L6EL 採用の切り替えできるのが本当にいい、すごくいい。いやそうっすね、アンプもねやっぱ結構いろいろ最近僕ら試してきましたけど、あのやっぱこう 6L6 オープン感とか、ね、EL 採用のねちょっとこのジリジリした感じというか、これも結構再現度高いっすね。すごいね。はい、3種類用意してるんですね。で、3種類っていうのがケーブル自体は一緒です。プラグの違いです。で、今つないでるこの BBB っていうのがこれなんですけど、ブラス、ブラス、はい、で結局そのチップ、スリーブ、キャップの部分でできてるので、はい、今つないでるものがチップがブラス、スリーブもブラス、キャップもブラスっていう。あー、なるほど、そういうことなんですね、はい、で、PPP っていうのリーセードを使ってみました。管楽器とか、アコギの弦とかで使われてるんで、それを使うから面白いんじゃないかということで、同じく全てリーセード。もう一個最後のミックスっていうのがチップの部分が真鍮ブラスで、ここのスリーブの部分がリンセードでキャップとブラス、はいはい、やっぱり真鍮の方が割と温かみのあるゾーンが出るようなイメージで、リンセードを感覚的と違いが割と出ます。これ今つながってるのが、今、まあ、ここのケーブルテスター通って、はい、でブランジャー行ってジャンレーからアンプに行ってます。ああ、なるほど。はい。はい、で、そこの IR もつないで、あ、アンプからその IR で、はい。センドリターンに、この空間系が入ってます。ああ、なるほど。そこからもすべて IR につないで。はい、ありがとうございます。なので、多分、空間系はステレオで聞こえると思います。はい、でも僕らギターのパーツちょこちょこ変えたりしてますけど、やっぱ素材によって結構ね違うよねっていう話はちょこちょこやってて、特にペグとかはね分かりやすかったですけど、僕らの動画でもやりしましたけど、はい、まあ、そういう感じでちょっとケーブルもね変わるとどうなるのか、はいはい、ところもちょっと気になりますね。試してみます。はい、じゃあ真鍮から。温かみがね、ちょっとあるというか、はい、じゃあちょっと一番差がつきそうなこの PPP を食べて、 PPP を、はい、はい、はい、ありがとうございます。こっちがリンセード、リンセード、はい、ちょっと珍しいですよね、はい。
これ全然違いますね。明るくなったね。はい、うん、なんかあのチリチリ感というかね、なんかその辺が出てきたというか、でもなんかあれですかね、なんか僕の耳だとなんか若干のローファイ感も出てきたというか、はいはいはい、はい、なんかあのそういうなんか そもそもの音がまたちょっと雰囲気が変わったような感じがしますね。これケーブルの線自体は同じですもんね。全然違います。あ、すごいですね。こ全然違いますね今。そんな変わるんだ。はい、全然違いますね、はいはい、じゃあ最後まだ映画のやつ、はい、これこのまま寝てしまって大丈夫です、はい、ありがとうございます。最後のもミックスしてるっていうことです、はい、スリーブの部分がリンセイド、はいはい、ここと、こことチップとキャップがブラスです。はい、はい、ですね。でも俺一番これが好きかも。はい、確かになんかいいとこ取りというか、本当にバランスよくて、はい、バランスよくて、いいですね、なんか、はい、次はシルクトーンさんですね、はい、シルクトーンさんですね、はい、あんまりそんなに見るわけじゃないですけど、いやそうですね、はい、なんか楽器店でもなんかちょっとマニアックな楽器店でちょこっと見たかなっていうぐらいですけど、アンプに関しては初めてじゃないですか、初めてです、ね、はい、はい、なんかね 25W のシングルエンド、 25W のシングルエンドか、じゃあ結構あのなんていうんですか、迫力あるというか、はい、すごいな、 25W も出せるのシングルエンドで、すごいですね。そうなの、ちょっとやってみましょう、はい、はい、でまあ、一応これにあのキャビネットシミュレーターがつながってるのと、まあ、あとこれね、はい、シルクトーンのオーバードライブ、はい、とファズが、はい、つながってます。これデザインかっこいいですね、これ、うん、すごいかわいい、かっこいい、はい、ナイスなデザインでございますが、はい、じゃあちょっと試してみましょう、はい、上質な感じしますね、アンプも、はい、すごいツヤがあるというか、結構うどんどん揺らしてる、はい、今の下のロンシリって、はい、ちょっとなんか2チャンネルっぽくなってる、はい、シフォンスイッチ、はい、そうですね、はい、出てる感じしますね、ロシルクにしてる、はい、めっちゃ気持ちいい、いいっすね、めっちゃ気持ちいい、はい、
すごいね、すごいニュアンス出る、はい、なんかなんていうんですかね、シングルエンドで、ね、25W でっていうのもすごいですけど、なんか意外とそのできること絞ってる感じなのかなと思いきや、いろいろできるっていう感じかもしれないです、ね、これはいいね、はい、1台特にこのローシルクにした時 のちょっとしたクランチ感がすごくニュアンスが良く出て、そうですね、はい、すごくいい、はい、ちょっとオーバードライブもちょっと突っ込んでみましょう、はい、気持ちいいですね、ナイスさん、めちゃめちゃいいですね、ナイス、ファジーな、ベリーファジー、うん、ニュアンスで、すごい楽しい、これ弾いてて、うん、なんていうんですかね、すごいおしゃれなんで、うん、普通のなんかストラト系に合う感じなのかなと思いきや、うん、このジェームスタイラーと相性がすごいいい気しますね、すごい、はい、ちょっとファズもせっかくなので、はい、ちょっと試してみましょうか、うん、使いやすい、これもナイスサウンド、すごい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ベリーグッド、ベリーグッドですね、これはいいな、いや、なんかやっぱファズとかちょっと使いづらいイメージあるじゃないですか、うん、なんか全然このスタジオ系のジェームスタイラーと合わせても全然使えるというか、いや、はい、なんか使う人選ぶ系かなと思いきや、うん、万人向けかもしれない、全然使いやすいと思う、うん、こっちオーバードライブが特に気に入ったの、はい、ちょっともう一回試してみます、オーバードライブ、はい、いいな、すげえ、めちゃめちゃいいですね、あー、じゃあぜひ、yeah. Thank you, Thank you.
あ、でもこっちもアンプ。じゃあ今度はこれがアンプ？ミニヘッド。あ、ミニヘッド。うん、ああ、なるほど。ちっちゃいやつを歪ませた時に、ああ確かにちょっとフェンダーの、うん、なんていうんですかツイード系といいますか、うん、あそうツイード系、はい、確かにちょっとジャキッとね、うん、した感じのニュアンスというかこっちはちょっとリッチトーン、うん、デラリバとかそっち系かなと思うんですけど、うん、もうちょいこっちツイードっぽい、そうね、はい、ちょっとすごいですね、すごい、このサイズですよ、すごいね、これ分かりますかね、このヘッドホンが、ね、このサイズ、ヘッドホンよりちょっとちっちゃいぐらいじゃないかって、まあ、ちょっと奥行きはありますけど、はい、ぐらいのサイズ感でこのサウンドはね、これすごいな、これすごいですね、こいつもすごい、はい、なんかどっちもそのサイズ感に比べてね、かなりその音像は大きいというか、ご自宅でね聞きたくなるようなどっちも、はい、これ1ワットモードとかもあるんで、はい、まさにね家でちょっと弾くのに、いやこんなのもなんかまたいいとこ見つけたかね、これちょっとね沼がね広がる感じがすごいしてますね、いやすげえよかった、はい、いろいろ回りましたね、いや回りましたね、いやでもね、これでも全然回れてない方です、ね、ちなみに、ね、いっぱいあったからね、めちゃくちゃ、はい、回りたいとこいっぱいあったんですけど、まあ、結構大盛況で、ね、いや本当にね、たくさん、なんか2年前よりなんなら人来てるんじゃないかっていう、そんなするよね、はい、ぐらいいっぱいいらっしゃいますね、うん、あ、はい、でもまあなんか本当にね、弾かなくても見てるだけでも結構楽しいというか、いやお祭りね、お祭り感がすったて、はい、入場無料だからね、いやそうなんですよ、はい、これでね、まあ、その2年前もそうでしたけど、この規模を、ね、やれるのは、ね、非常にありがたいことです。ありがたいですね。はい、おかげさまで今回もいい出会いがたくさんありまして。いやそうですね、はい、なんか完全に、初めて弾いたやつとかもね、ありましたけど、めちゃめちゃ良かったですし、そうですね、はい、なんで、まあ、またこれからもまたちょっとナイスさんの追求が続くのかなと思います。いや本当そうですね、はいはい、頑張っていきたいと思いますので、はい、まあ、適宜皆様に共有しますので、はい、一緒に楽しんでいきましょう、はい、はい、行きましょう、はい、まあね、ちょこちょこね、こういうロケもね、うん、あのたまには、ね、はい、行きたいなと思いますんで、はい、逆に皆さんの方からなんかこういうイベントあるからみたいな、ちょっとリクエストというかね、はい、ぜひ情報はあればお邪魔したいと思いますし、はい、まあ、僕らでよければね、いろいろあのサウンドチェックとかもいたしますので、このイベント行きたいけどちょっと行けないとかっていう人はちょっと一声かけてもらえれば、はい、我々聞いてくるよみたいな、はい、ところもありますよね、あるんで、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、あと改めてですね、今回あの撮影に協力してくださった、ね、ブースの皆さんとか、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。お邪魔いたしました。もうね、あのやっぱりいずれもね、制作者の皆さんのやっぱ熱意というか、はいはい、伝わってきたなっていう、本当になんかよくしていただきまして、本当に本当にありがとうございます。本当にね、はい、皆さんこだわられてるんで、はい、まあぜひね、お店で弾いてみて、はい、であのいいと思ったものはぜひ買ってください、ね、本当に、はいはい、なかなかね、やっぱ自分で弾かないとわからない部分いっぱいあると思うんで、はいはい、まあちょっと今回参考にして ね、はい、あのぜひお店でね、あの、はい、試して買ってみてください。はい、はい、じゃあ今日はこの辺ですかね。はい、この動画がじゃあ面白かったら、あの、はい、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、それではまたお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。